月熊公園園ケー安、日月熊公園は、大分県日田市丸山二丁目にある公園である。新職によって形成された残宮である、日田三宮のうち一つで、古くは月熊山と呼ばれた。丸山、長山、長山とも呼ばれ、また、豆田町方面の城石であることから、豆田の城山とも呼ばれる。中腹には三十数カ所の横穴墓がある。 1818 18年、塩屋大、白正義軍大時代に、コンピラ社を混流するための参道拡張と修復工事が行われた際、横穴より人骨が出土した。この人骨は古代日田地方を治めていたとされる豪族、草壁氏一族の墓であると考えられている。この人骨の供養のため、塩谷は、キアスヒという供養塔を混流した。碑文は、 広瀬炭僧によるものである。江戸時代の1601年には丸山城が築かれたが、北陣屋設置に伴い廃城とされ、現在は石垣や堀の一部が残っている。頂上近くに月熊神社があり、境内には代々の大官が建能した石道路がある。1871年、三の丸跡広場に、北県県知事館舎や県庁が設置された。日田県が、 大分県へ併合された後、県知事官舎後には、帰宅裁判所が置かれ、県庁跡は、大分県立日田林高等学校の敷地となった。1910年、城山部分は、旧石保存のため公有地とされ、1915年には公園となった。帰宅裁判所移転後、跡地は、広場として整備され、普段は主に、ゲートボール場として使われているが、秋頃には、 北天領祭りのイベント会場として使用される。東部の堀跡には遊具を設置した児童公園とプールがある。ありがとうございます。